グランプリ第1弾 G1 ホース、遅咲きのステイヤー。
今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたのそして私の夢が走ります。さあいよいよグランプリ宝塚記念の発走です。直線勝負にかけるこの馬にとってこの最内枠がどう影響するのか、鞍上の手綱さばきにも注目です。ストアチャージャー好位差しがこの馬の新庄、すっと先段につけ理想の展開に持ち込みたいところです。ソーダジュニアス栗色の美しい馬体にはこの大舞台こそがふさわしいでしょう。ソングインサイド直線で好位から抜け出す得意の勝ちパターンが今日も炸裂するか。ギャラモス大レースでこそこの鞍上の手綱さばきが光ります。名手に導かれて G1 ダッシュへ。オーバーアマゾン決めて勝負ならこの馬にもチャンスあり。自慢の末脚を見せるか。ウェーブウェーブファン投票で選ばれた精鋭の中2番人気に押されました。この馬も初の G1 タイトルへ夢を追って走ります。インプライドブラー G1 の大舞台、ファンはこの馬を1番人気に支持しました。ミナスサンダー鞍上は芝の騎乗に定評あり、ここは一発を狙っています。ステップ対馬振り毛の美しい馬体が G1 の熱気で三千と光り輝きます。リオススパーブ前走の敗戦を今日の勝利につなげたい。大舞台でこの馬本来の走りに期待したいところです。エルフレイヤ人気はありませんがこの鞍上には一発の魅力があります。勝ってあっと言わせたいところ。メジャーサンディ鞍上は人気薄での名手、一発の可能性は十分にあります。キャロルキロ前走での見事な勝利をここにつなげたいところです。マチカネテスコ直線の差し比べならこの馬も負けてはいません。自慢の末脚を武器に G1 ダッシュを狙います。タッチドリーム一段と美しく見える漆黒の馬体、黒い弾丸となって上位陣に襲いかかります。オットマーチング鞍上は牝馬の騎乗に定評あり、ここは一発を狙っています。クレスアッパまた一頭影の実力馬が登場、好走を期待したいところです。ベルズリーさあいよいよスタートです。Thank you.
今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたの、そして私の夢が走ります。さあ、いよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ、最後は大外枠のベルズリー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ、先手を奪うのはどの馬か。ソングインサイド前に行きそうです。オットマーチング、それに続いています。さらにはエルフレイヤ、13番、キャロルキロ、その後ろ先手を取ったのはソングインサイド、少し離れてリオススパーブ、続いています。内からはキャラモース、その隣にオーバーアマゾン、その外にクレスアッパー。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。黄色の帽子ステップツシマ、その後ろソーダジュニアス、そのうちに続いています。これに続いてストアチャージャー、並んでコモー、ウェーブウェーブ、すぐ隣にインプライドブラー、メジャーサンディ、この馬もこのグループ、その外からタヒチドリーム、並んで天皇賞馬、マチカネテスコ。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ、先頭はまだ連勝中のソングインサイド、ソングインサイド、さらにリードを広げました。2番手はエルフレイヤ、キャロルキロ、3番手8番ミナスサンダー、まだ後ろ。この位置から果たして届くかどうか、後続も追い上げていきます。さあ、先頭はソングインサイド、エルフレイヤ、続いています。並んでキャロルキロ、その外からはステップツシマ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ソングインサイド先頭、外からイナスサンダー、残り 200m を通過してイナスサンダー先頭だ。2番手はステップツシマ、イナスサンダー、この馬で決まりか。イナスサンダー独走、イナスサンダーぶっちぎりです。2着はステップツシマ、これが2冠馬だ。イナスサンダー、
ー